こんにちは、ジェジョン XTG 総長です。 KJCW クラブ QRP マラソン、さあ、今日は430でですね、 QRP マラソンやっております。2日目です。はい、430IC9700 パワー2ワットで運用しております。アンテナは見えてる通り、衛星用のハの字になってますけどね、A 変波の、アンテナを使っております。クリエイトデザインの 13L×2 ですね。直感型のプリアンプをつけております。さあ、それでは今日も CQ 出していきたいと思います。周波数は 430.095、 いつもこの周波数でやっていきたいと思います。はい、ラインナップはベンチャーの JA2 か1か、そして、バイブロプレックスの例の縦ブレの電源ですね。そして先日紹介しました、このキーヤ XR を使って、いきたいと思います。まず CQ 出していきます。はい、こんな感じで、やっていきます。はい、まあ、あのここの、まあ、430はですね、ここはまあ都会ではないですけどもね、土浦市の方でもですね、ほとんどやってる方いませんね。430の FM はあまりいないんですけども、まあ、そういうところですね、430の CW でですね、どの程度捕まるかということで、マラソン現在1曲、昨日1曲、7K1 の、埼玉県の、曲がですね、答えてくれました。さあ、今日も続けていきたいと思います。キーを使います。はい、まあ、メモリキーヤに記録したものはですね、こんな感じで、まあ、便利ですよね。外部だとこの速さの調整ができますからいいですよね。さあ、まあ、しばらく CQ を出していきたいと思います。はい、あのこのですね、 KGCW クラブはですね、完全無料の CW クラブ、初心者、超初心者の集まりです。はい、現在、部員を、ね、募集しております。今100名弱になってますけれどもね、5000名まで募集していきますので、ぜひ皆さんね、まあ、入ってみようかなと。全くね、無線の免許を持ってない方も入られてますので、モールス信号に興味がある方は全員、そのままあのお入りください。はい、まあ、そんな感じでですね、ベテランの OM さんからですね、免許を持ってない全くのど素人の方まで、いますので、ぜひ安心してご入会ください。まあ、内容はですね、なんてことはないんですけれどもね、まったりと。あとはですね、あのモールス信号、モールス通信の素晴らしさを少しずつね、伝えていくというね、ものです。全然難しいことも何もないのでね、気軽にご参加いただければと思います。さあ、盛んにやっておりますけれども、こちら準備はできてるんですけれどもね、さあここでね、
来てもらえるかどうか、今日はどうでしょうね。そもそもここのバンドを聴いてる方がいないんじゃないかという予想なんですけどね。皆様の地区はどうでしょうかね。はい、まあ、雑談で終わってしまう可能性もなきにしもあらずと、そんな感じですね。はい、それでですね、衛星の時間になるとですね、これが一気にね、衛星のシステムに変わるんですね。はい、ですのでそれまでですね、KGCW クラブの QRP マラソン430の部門ですね、やっていきたいと思います。今の呼び出し中にですね、こういうのを読んでおります。アマチュア無線の、テーマとしたですね、ストーリーなんですね、小説なんですよね、これね。これツイッターでフォロワーさんに紹介してもいただいてね、これがまたね素敵なんですよね。ちょうど作家の方がアマチュア無線家で、生まれたのが、まあ、ほぼ同じ同時期なんですけども、もう出だしからですね、その良き、昔の非常にね細かくこう描写しててね、なかなか素敵な、もうおそらくアマチュア無線を、1970年代あたりからやってる方にとってみたら本当に惹かれるものなんじゃないかなと。空で会う時ですね、はい、川西蘭さんという、まあ、この際持ってる方で、JP4 ですね、 AXE と書いてありますね。まあ、そんな感じでですね、こんなの読みながら、で最後にね、衛星が見えてきましたので、マラソン一回中断したいと思います。ぜひ皆さん聞こえてましたらお声がけください。はい、それでは皆さん、またお会いしましょう。 KGCW クラブ430 QRP マラソンライブ、今日430編ですね、続けていきたいと思います。皆さんぜひお会いください。それではまた JGMXTG 総長でした。